メガモン次元竜の心が S4 つ揃いました。これまでの各ランクの心 SABCD のドロップ数などをお伝えしていこうと思います。はい、今ですね、こちらモンスター図鑑次元竜の画面でですね、はい、75匹倒しました。S4 つがですね、まあグレードアップも含めてなんですけれど、まあ揃うことになったので、SABCD ですね、どれだけゲットしてきたのかというのをですね、見ていこうと思います。というわけで今ね、工房の画面を出して、おりますということで、はい、工房の画面出てきました。はい、青のね、心でスクリーニングをかけておりまして、まあ、ちょっと一番上、地獄の玉ねぎが出ておりますけど、まあ、こうするとですね、はい、こちらがね、次元竜の心になります。で、まあ、それぞれね、基本的にはもう全くグレードアップしていない状況でございまして、それぞれの心のドロップ数などがそのまま出ております。で、一番左上にですね、S があります。S が2つあります。直 S がね、2つきました。これまで75匹倒したうち、直 S2 です。あとですね、A がですね、1、2、3、4、5、6、 A が7個。で、B もですね、7個になります。で、その下に行くとですね、C と D が、たくさんあるという形になります。はい。ということで、まあ、それぞれのね、心の数どうなったのかということをですね、表示していこうと思います。というわけで、画面出てきます。はい、こんな感じになります。S2、A7、B7、C が15、D が43ということで、心の数はですね、合計74です。で、討伐数は75ということで、まあ、シナリオかどっかでですね、確か、一体、心をドロップしない状態の、はい、次元竜倒しておりますので、まあ、それが1つ追加ということでございます。というわけで、まあ、こんな感じになりますね。まあ、次元竜の心をね、まあ、せっかくなんで、1個だけ、はい、グレードアップしていきましょう。A の心がね、7個ありますので、まあ、この A は5つあればグレードアップできますので、これ、グレードアップしていきましょう。まあ、他のね、B、C、D の心もですね、グレードアップするとですね、あと1つ S が、さらにできて S は4つ揃うということになります。はい、ちょっと見ていきましょう。コストが120ですね。はい、HP がまあ若干、うん、まあ低いかなと。耐久性には若干問題があるかもしれません。で、力98はまあまあですね。はい、あと身の守りがまあまあそこもね、HP と合わせて耐久性には若干問題があるところですね。ただ素早さと器用さがね、非常に高いということで、まあブレス攻撃する上ではね、非常に役に立つ、非常に強いモンスターだということです。特殊効果もですね、斬撃対義ダメージプラス 5%、キャド属性とあとドルマ属性のダメージがそれぞれ 7% ずつということになりまして、まあ特にね、キャドです。まあ、ドルマブレスはないですけれど、ヒャドブレスですね。次元竜の当選の、まあ、輝く域で攻撃していくときにはもう非常にね、強い心になるかなと。まあ、それ以外のね、まあ、器用さと力が、まあ、それなりにありますので、まあ、それ以外のブレス攻撃でも、まあ、結構強いかなと思いますけど、まあ、次元竜の当選で、まあ、輝く域で攻撃していくときには、まあ、最強セットに入ってくるところだと思います。ということで、まあ、今回はですね、次元竜の心 S4 つ、まあ、揃いましたので、まあ、こんな感じでね、報告の方をさせていただきます。ということで、まあ、参考になるかどうかわかりませんが、まあ、少しでも参考になれば幸いでございます。ということで、はい、今回の動画以上になります。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。